中国で今、最も人気のある日本人といえば、やはりフィギュアスケートの羽生結弦選手27だろう。老若男女を問わず、過去にここまで中国で人気を集めた日本人スポーツ選手はいないはずだ。中国事情に詳しいライターの広瀬大輔氏は、最近の羽生結弦の人気ぶりをこう紹介する。 北京五輪以降、ブームが冷めるどころか加熱化しています。5月28日の日刊スポーツに、羽生結弦る選手の写真が見開きで掲載されたのですが、知り合いの中国人留学生がその新聞を買いに、コンビニやキヨスクを何十件も回っていた。聞けば、中国の EC サイトで高く売れるというのです。 過去のハニュー選手の掲載新聞には1万円以上で売れたものもあると言っていました中国におけるハニュー選手の加熱人気は関連グッズの盛況ぶりにも現れている関連グッズは中国 EC サイトに数多く出品され中には定価の5倍から10倍で売買される商品もある公式グッズだけでなく ファンが自作したキーホルダーや T シャツ、写真集などもある。中でも、女性の利用者が特に多い、レッド、昇降書きと呼ばれる SNS 型の EC アプリでは、盛んに羽生譲るグッズが売買されています。4から5月に東京で開催された羽生譲る展2 0 2 2には、 多数の中国人転売ヤーが出没して話題になりました。キーホルダーやトートバッグなどが、レッドで、軒並み低下の3から7倍の値段で売られているのです。さらに、羽生譲弦選手が今春から日本の高校生向け英語教材に14ページにわたって掲載されたことが中国メディアでも報じられると、ファンからは、 中国人もこの教科書を購入できるのかという声が殺到し、こちらも現在、転売の対象になっています。広瀬氏現在。ウェーブは中国版ツイッターの非公式の羽生結弦選手のファンアカウントのフォロワー数は280万人。閲覧数も1日あたり100万アクセスを超える異例の人気ぶりだ。 ハニュー選手は5月末から6月19日までアイスショーファンタジーオンアイスに出演していたが、ウェーブはではリアルタイムで画像や動画外放に共有され、表情では王者の貫禄がある。永遠に私の王子だ、あなたのことを見ると元気についたち過ごせます。ありがとうなど。 連日多くのファンが熱いメッセージを寄せていた。国営メディアが報じた交際疑惑こうした中、今、中国ファンが最も興味を持っているのは、ズバリ彼女。SNS では恋人や結婚に関する憶測も盛り上がり、中国の大手検索エンジン100度で、 ハニュー彼女と検索するとなんと関連ページが8000万件もヒットするのだ。中国で最も有名な Q&A サイト地下でも、ハニューの恋愛事情に関する話題が多くの人に読まれている。これまで中国では、ハニューの恋人として、フィギュア元中国代表のリコ君、リーズ・ー・ジュンの名前がたびたび取り沙汰されています。 きっかけはかなり昔のことなのですが、2014年の NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会の際に、リガ・ハニュー・ユズルとのツーショット写真を SNS に投稿したことがきっかけです。仲睦まじい二人の様子に当時、SNS では二人は恋人なのではないかという声が多く寄せられ、国営メディア、 環球時報も交際疑惑を報じたのです。理は昨年、結婚しているにもかかわらず、二人が今も交際していると信じる中国人は少なくなく、4月にも中国メディア新鮮熱戦が、交際は事実ではないと報じたほどです。昔の話が未だを引いているのは、羽生譲弦に対して、 中国人が特別な感情を抱いているからでしょう。中国駐在経験のある大手紙記者ジャーナリストの周来友氏は、エスカレートする羽生譲る人気についてこう述べる。北京五輪で羽生譲る選手は惜しくもメダルを逃しましたが、会場の外で泣いて悲しむ中国人ファンの姿が現地でも大きく中継されていました。五輪期間中、 中国メディアはかなりの時間を割いて、羽生結弦選手のことを紹介したり、特集したりしていました。結果、彼の人となりが多くの中国人に知れ渡ることになり、ファンがますます増えていったのです。また、コロナ前は羽生結弦選手の賞を鑑賞する日本行きのツアーが人気でしたが、現在、 中国人ファンは日本には行けません。そんなもどかしさが、羽生結弦フィーバーを一層、盛り上げているように思います。会えない時間がファンの思いを強くする中国での羽生結弦フィーバーはしばらく続きそうだ。